弁護士は
次は小道具です。小道具は1年生8名、2年生6名、3年生8名の20名で活動しています。一人一人の技術向上だけでなく、ワンチームとして楽しく演奏することを大切にしています。今年の11月に行われる校文祭で全国大会出場を掴み取ることを目標に頑張っています。続いては小道具です。小道具は全国の小道具店や小道パフォーマンス甲子園に向けて、楽しく自由に個性を生かしてスローガンに日々活動しています。最近の活動は梅田の中で小道パフォーマンスを行いました。ただいま新規募集中です。一緒に頑張りましょう。最後にウクライナの国旗を振って登場したのは生徒会と花とのパックが必要な時期です。本日は先日ウクライナ避難民学生支援の時期を共に寄せられた関連校の日本経済大学からウクライナの留学生に一緒に同心してくれます。あなたのパックが必要な時期は地域のボランティアなど日本のパックを必要な支援のパックの力となっているよう活動しています。今後は子ども食堂の立ち上げを目指して頑張っていきます。皆さん一緒に活動していませんか？あなたの助けが必要です。以上、パラマ塾、パラマ49塾部活動26部の代表選手である登場です。